ください。Welcome to the Gundam Online! Welcome to the Gundam Online! なぜ二度言ったのかっていうのはですね、最初の録画し始めた数秒はですね、なんかうまく録画できないことが多くてですね、Welcome to the Gundam Online! というわけで、ちょっとずらしていっております。なんか面白いキャラがいたぞ、なんだあれ。三王ズゴックEでしたっけ、だったような気がする。アウチ、タイミングの問題ですかね、これはね。いってますね、素晴らしい。今回は、スツルも打ちたかったんだ。おマジっすか。うおし、スツルファーストが来た、飛んできた、むしろ敵の。よいしょ、よいしょ、自分ファーストバンバンボリ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 打っていくよ。フライヤー使い捨てだ、使い捨てだ、一体何度使い捨てだ。フライヤー、ガンガンね、要所要所でね、得意なところで突っ込ませていく。上かい。これ当たるんですよ。ふざけんなって感じですよね。タタ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 、当たるんだ。おい、立てって。オッケー。
積極的にね、スノーファーストを使い切っていくんです。そんなスタイル。ぶっつぶせ、ぶっつぶせ、もう行くしかねえべ。不利は100も承知なんですよね。悲しいけどこれって戦争なのよね。ああ、ストルムファースト使わずに終わった。まあ、下からなんでここにエースを置くのか、いらねえから使い捨てになっちゃうから。そんなことしなくてもここは維持できる。スツルム使えてね、突っ込めんだよ。ジオンはスツルムポン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 だよ。バズガイ系時代ですから。今はもう完全なる、食らえや、これで食らえや。ほら、突っ込め突っ込め。誰も前行かねえじゃんか、お前ら。ここでターター打ってるの意味ねえんだよ。突っ込むんだよ。前に行くから意味があんだろうが。なんですよ。マジっすか。スナイパーだらけやな。スナイパーだらけです。敵さんはどちら？あのね、前に行かない選択肢は良くないよ。前に押されてとかなのかな。あのね、ガン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 行けよ。入れんだから。仲間はどうした？一人なのか？まんまず。南に行きますかね。勝ち筋はそこしかないからね。北に行っても仕方ないし。ちょうどそんなところで出てきたぜ。おっしゃ。行けよ。回復が来てくれるとか、そんなロマンを私は求めてる。ありがとう。覚悟がいるからね、押さなきゃ。
よいしょ、ガンガンいきますよ。お前らここにいるだけなんだろう。よいしょ、よしよしよ、突っ込め突っ込め。で、北で、その間に北を沈む敵と撃ち。突っ込めいいんだよ、突っ込めは。前に続け。せめてね、せめて最初に一匹になるのが難しいならば、前に続くんだ。自爆扱いになりました。溶けろ溶けろ。なんで右になるのかって感じですね。まあ、どちらにしてもそれでも4、2を取られてしまうパターンが多いんですけどね。右、左の場合は。でも基本劣勢って感じですな。OK。味方に当たった。まあいいや、自爆じゃなかっただけ。ほらこけろ、ほらこけろ。ガン逃げスタイルめ。ガンガンいきますね。もう4からね、3はね、待ってるやつが多すぎてね、ダメ。間違えすぎる。あ、後ろか。残念。とにかく倒しまくる。とにかく倒しまくる。できることで。やべ。一
ペアマン、コネかな。来たらロマン。ロマンスですわ。ちょっと遅かったかな。残念。ちょっと初動が遅かったんですが。危ねえ。壊してみましょう。ほう、びっくり。おい、撃ってやろ、2発目。2発目撃ってやろですな。おい、盾でもこけたか。盾でもこけるか。壊せ壊せ。ここでもスツルも使い切って死んでまた次みたいな。そこの補給艦いらねえんでねえの。あぶね。マークがハマってるし、突っ込めよ。3を取り返したところまで良かったんですけどね。ちょっと時間が足りないかな。核を持ってる人本当にグッジョブですよ。ずっと持ってるからね、最初から。あれはもう完全に奉仕プレイですよ。ぜひ決めさせてあげたい。あと32秒じゃきついか、かなりきついか。こんなとこで
しゃあない。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。ねえ、すごく、素晴らしかったんですけれども、核をやったところは大変でしたね。ただ、うん、いやー、もうちょいね、北とかも押すときにバッと押せば、切り抜けられたりしたんですけどね、ちょっと難しかったですね。あとちょっとでしたね。勢いがあれば。そんな感じでございました。いやだけどいつもみたいな本当にもう手も足も出ないって感じでもなかったので、まあまあかなって感じですね。いやーそれでもきついですけどね。てかきついっていうか、もうこのゲームがもう完全に、単発火力の瞬間火力ゲーになっているので、こっちもそれに変えたって感じですね。今回はこれでもういいじゃん、見て死んでもいいしみたいな感じでやってるんです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。